医者を呼ぶことさえできない、こんな苦害があっていいもんか。みんなを助けるんだ、この義を使って。けどそのために土帝様にすがって武蔵ちゃんの力を頼んで、何かから解き放たれても別の何かに縛られちまう。武蔵ちゃんだって流れ者だ。そういつまでもここに留まってもらうわけには。カヤが略氏の浮き目にあったその夜、彼女を救うべく力を尽くした伊織。一方、伊織と別れた彼の盟友たちもカヤを探して東海道を南へとひた走っていた。南に向かうにつれ怪異の数が格段に増えている。これはいかにも敵の拠点に近づいてますって感じ。二人とも遅かったじゃない。あいにくだけどもう獲物は残ってないわよ。何が獲物だイノシシ侍、俺たちが何のためにここに来たか覚えているか。無論、いかに強戦士の霊気といえどそこまで冷静さを欠いてはいませんとも。伊織くんの妹子を助け出す、それと獲物は残らず余さず切り捨てる。ダメだなこれは。伊織たちは川崎方面へと先行、俺たちは手がかりを探しつつ後を追う、そういう話だっただろう。それはそうだけど、今夜は妙に怪異が多いと思わない？どう考えてもこれは明らかに異常だわ。この気配の大元をたどっていけば私たちが探し求める相手に勝ち合うかも。まあ、愛弟子の危機にちょっとばかり勇み立ってしまったのは確かですけれど。皆様、こちらにおられましたか。あなたはデイさんとこの玉蓮、何があった。神奈川港にてイオリ殿とセイバーがハグレのサーバント数機と交戦しています。ハグレは基本的に自分のいるべき土地を長く離れることができないと聞いているが。ああ、限界を保つだけでも精一杯だろう。まして戦闘などもってのほかだ。南の方で何かが起きている。考えるよりも見に行った方が早いわね。あ、またか。うちのせがれたちよりよほどわんぱくだぞ、あれは。あの向こう水さ、さながらコウハ殿だな。追うぞマスター、放ってはおけん。目指すは南、神奈川港。急がなくっちゃね。あら、あなた今はハグレのアサシンなのでしたっけ。そのただならぬ様子を見るに話をしに来たってわけでもなさそうね。そっちがその気なら仕方ない。
正気の責任を相手願いたいわね。どうしたのかしら、あのご老人。拳にも足にも正気を書くというか、本来はああじゃないはず。あれじゃまるで誰かに操られているみたいな。無事のようだな、バサーカー。その様子ではハグレのアサシンも片付いたか。ええ、でも逃げられちゃった。撤退するだけの理性はあったみたいね。何にせよはぐれたちの身に異変が起こっているのは確かだな。急ぎ神奈川港へと向かおう。伊織たちが無事であるかも気にかか。この方向、はぐれのバーサーカーか。彼は吉原を離れないし離れられない。なのにここにいるってことは。テイサ、アーチャー、ごめん。私ここは彼を追わねばです。この状況、今夜だけで実に3度目だな。さてどうする、マスター。どうも何も。放っておけば付近の町は壊滅だ。手を尽くして奴を止めるぞ、アーチャー。敵を探るドロテアコイエット。蛇の斧ごとく伸ばした耳目に魔術師として感化できぬ情報がかかる。孤高の神とも言うべき火災の琴の葉に彼女は思わず聞き返す。由衣小説が？は、由衣小説。報告によると見目は10代の若侍けれど、記録と照らし合わせれば年齢が30を超えていないと辻褄が合わない。加えて未確認ではありますが、魔術回路は人のそれではない様子。お嬢様直々に確認していただく方が。そうね、儀を進めれば機会もあるでしょう。念のためお父様に連絡を。ともすれば回収が必要かもしれないわ。承知いたしました。まさかこんな東洋の島国にホムンクルスが存在するなんて。作られた命、三陽の伝説とはいささか違うか。こたびのそれは随分とよくできているようだ。当然よ、あれは高度な錬金術が導き出すものと言っても。これは誰かが地脈に干渉している。膨大な魔力で無理やりに。ああ、そのようだ。手がかりのないキャスターあたりかしら。いえ、予断はしないでおくわ。魔術の大元を探るわよ、アサシン。この辺りも地脈の様子がおかしい。一体どんな術なのかしら。ともかく調査するわよ、アサシン。工夫してあるわね。お前でもやすやすと王はつかめるか。私に挑戦するなんて100年早いと教えてあげるわ。
どうだ。まだ情報が足りないわ。無駄に手の込んだ魔術よ、これは。頼んだわ。やれやれ。助かったわ。ありがとう。生前のあなたも紳士的だったのかしら。あと少しなのに、この私が読み切れないなんて。頼もしいな。一言多いわよ、あなた。手を貸してやろう。頼んだわ。やるわね。これで分かったわ。この川崎は何らかの大魔術の中継地、地脈を通じて流れてきたそれを西側に広げて行使している。問題は魔術がどこから来ているかなんだけれど、東側に最も太い地脈が通っている。そこを調べれば分かりそうよ。頼んだわ。やれやれ。助かったわ。ここね。地脈の異常で魔力がおかしなことになっているわ。魔術の大元はさらに北、そして東、江戸市中の霊地のようね。そこに敵の拠点があるのでしょう。何者の仕業か見当がつけられそう。ほう、誰だ。キャスターのマスター、主従ともに
未だ姿を見せないのが不気味よね。裏で大魔術の準備をしていたと考えると状況とは合致するけれど。ライダーの主ユイ小説はいかに？あのホムンクルスならそうね、容易に成し得るでしょう。あなたの大蛇すら奪ってみせた黒いライダーの手並みもある。ユイ小説の拠点も江戸市中にあったわね。いずれにせよ魔術をたどっていけば。ん？カイ？地脈の異常に引き寄せられて。あなたの出番よアサシン。よかろう、役不足なくらいだとも。くれたわアサシン、もうここには用はない。さっさと江戸へと向かうわよ。甚大な魔力に揺れる地脈、何者かの策謀がうごめいている。その大元を探るべくドロテア・コイエットは北上する。そこに待ち受けるは果たして。
ここは神田ね。由衣小説の拠点があったはず。でも魔術の大元はそこではないみたい。地脈の異常が強まっているけれど、術者がいるのはもう少し先。ふん、間に合わなんだか。何？なんて魔力。しかも大規模な魔術が四方八方に走って、何かを操ろうとしておるようだ、この術式。サーバット、アサシン同士とはいえ、傀儡相手では湧き立つものもなし。そうね。とはいえ、強敵は強敵よ。何機いるかは分からないけれど、はぐれは全て操られたと思っていいでしょう。この状況で敵地深くに入り込むのは、リスクとの釣り合いが取れない。今は引くわ。セイバーランサー陣営の争いの顛末も気になるし。アサシン？どうした？ドロテア・コイエット、お前がそう決めたのならば横須賀に戻るとしよう。うん、ええ、そうね。行くわよ。己が願いの逃げとするべく、知恵門は伊織の妹香谷を略取する。ことがうまく運び、北総へ向彼のもとに予期せぬ追手が迫っていた。しかし
15期目をこうもあっさり奪えるとは、拍子抜けもいいところだ。マスター、これは…いえ、由衣小説の指示は15期目の権限を確かめよのみでしたが、確かめた上で俺のものとして何も問題はあるまい。はい。小説はこのガキ15期目を英月に捧ぐにえと呼び、それをやすやすと受け渡しては敵に死を送ってしまいで、ゆえにこのにえ俺が使う。こいつを英月に捧げて必ずや地獄の門を。マスター、大きな魔力の持ち主がこちらへ向かっています。ち、拠点まで追われてはかな、ここで食い止めておけらんせ。承知しました。マスターは15期目を連れて先に拠点へ。逃げ去ったは貴様の主か。あくまで悪鬼に組みするのなら、主従愛ともに切り捨てるまで。知れ、宝具押し切られる前に型をつけなければ。道を開きます。祈りましょう。地獄をここに。嘆きをここに。トリステス・ドゥ・ラビアル。まだだ。世に鬼ある限り我が極光は限らぬ。はぐれの身でここまでとは。このまま戦い続ければ万が一もあるでしょう。吠えたける獣には餌を、求めるものを与えましょうか。轟、 あなたが憎む悪鬼ライダーの居場所です。それが知りたかったのでしょう。貴様、差し出すか。その思惑に乗じるは屈辱だが、
今は甘んじて受けるしかあるまい。俺は何を置いても悪鬼を討たねばならぬ。